島津義弘は、戦国時代から安土桃山時代にかけての薩摩国の、武将、大名。戦国大名の島津義久の弟で、島津氏の第17代当主。島津氏18代当主、島津忠恒の父。後に提発してお盆み震災と合したため、お盆み信仰との継承でも呼ばれた。武勇の誉れ高く、戦国時代でも、 屈指の猛将として、当時から有名であった。日本では、鬼始末の名で呼ばれ、親しまれている。天文23年、父と共に、大隅国西部の家道院吉江、入金へ次ぐ、我ムウノリひしかりしげとよなどの連合軍と言わつる議場にて、戦い、ウ人を飾る。工事3年、大隅国の我ム氏を攻めた際に、初めて敵の支給を挙げた。 だがこの時、吉シも五本の矢を受け重傷を負った。A63 年3月19日、日向国の伊藤義介の攻撃に困惑する帯の、島津忠地を救う意味で、その養子となって、帯城に入った。しかし、A65 年、薩摩国の本家が、肝付氏の激しい攻撃にさらされるようになると、帰還せざるを得なくなり、吉シ不在の帯城は、陥落。 養子縁組も白紙となった。北原氏の領地が伊藤義介に奪われたため島津氏はそれを取り返すために助力したが、北原氏内部での離反者が相次いだため義弘が正木院を任されることとなり、これ以降は飯野城を居城とすることになる。永禄九年、伊藤義介が飯野城攻略のために三津山城を建設中と聞き及ぶと兄、 義久、弟、年久と共に、この完成前に攻め落とそうとするが、城は落とせず、また、伊藤の援軍と挟み撃ちに遭い、義シも、重傷を負って、撤退を余儀なくされた。義久が家督を継ぐと兄を補佐し、元気三年、木崎丸の戦いでは、伊藤義介が三千の大軍を率いて攻めてきたのに、対して三百の貨兵で奇襲。 これを打ち破るなど、勇猛ぶりを発揮して、島津氏の勢力拡大に貢献した。天正5年には、伊藤義介を、日向から追放、天正6年の耳川の戦いにも参加して、文後国から遠征してきた大友氏を破る武功、を挙げている。天正9年に基準した相良氏に代わり、天正13年には、非後国の守護代として、 八代に入って、阿蘇氏を攻めて降伏させるなど、兄に代わって、島津軍の総大将として、四季を取り武功をあげることも多かった。天正十四年には、文後の大友領に侵攻したが、市が近継ぐなど大友方の上司の抵抗にあい、思うように進まなかった。天正十五年、大友氏の援軍要請を受けた、豊臣秀吉の九州平定軍と、 ひなたねしで戦う。この時ヨ弘は自ら抜刀して敵軍に切り込むほどの奮戦ぶりを示したというが、島津軍は兵力で豊臣軍に及ばず劣勢であり結局敗北する。その後の5月8日に義久が降伏した後も義弘は徹底抗戦を主張したが、5月22日に兄の懸命な説得により、 この久保を人質として差し出すことを決めて、高野さんの菊井、王吾の仲介のもと降伏した。この時秀吉から大隅国を所領安堵されている。なお、この際に、吉久から家督を譲られ、島津氏の第十七代当主になったとされているが、正式に家督相続がなされた事実は確認できず、吉久はその後も、島津氏の政治、 軍事の実権を掌握しているため、おそらくは、形式的な家督譲渡であったものと推測されている。また、秀吉やその側近が、島津氏の勢力を分裂させる目的で、吉久ではなく弟の吉弘を当主として、扱ったという説もある。天正16年に上落した吉弘に、橋場の名字と豊臣の本性が可視された。以降、 橋場兵庫と豊臣義博となる。一方、義久には、橋場の名字のみが歌手された。その後は、豊臣政権に対して協力的で、天正20年からの文禄の役、慶長2年からの慶長の役のいずれも、朝鮮へ都会して参戦している。文禄の役では4番隊に所属し1万人の軍役を命ぜられたが、 旧体依然とした国元の体制や、梅北一揆により、豊臣大政下では、生存条件ともなる軍役動員がはかどらなかった。吉弘は軍役を果たすため、大隅国栗野の居城を23期で出発し、非全国名古屋に期日までに着闘したが、国元の吉久らから送られてくる、はずの軍勢、軍船が援引した。そのため、 吉弘は書状に、竜白様の御溜め、お家の御溜めと損し、神明を捨てて、名古屋へ予定通り参ったのに、船が延引したため、日本一の大地人となってしまい、自他の面目を失ってしまった。無念千万であると書くほど、島津の軍勢は、遅陣となった。その後、島津の軍勢は四番隊を率いる毛利義成の、後を追って、関温度に展開した。また、 和平交渉中の文禄2年9月、朝鮮退陣中に、着難の久保を病気で失っている。慶長の役では、慶長2年7月、東道高虎らの水軍と連携して、朝鮮水軍を挟み撃ちにし、敵将、元、人氏を撃ち取った。8月には、南原城の戦いに参加して、諸将との全州会議に参加した後、 中西道の付与まで一旦北上してから、有形ゆで全羅道の海南まで南下した。その後、10月末より、四川の守備についた。慶長3年9月からの四川の戦いでは、東和元率いる名、朝鮮の大軍を7000人の貨幣で打ち破り、島付文書、聖艦録では、敵兵38,717人を撃ち取った、記載がある。これは、 朝鮮側資料の参戦数と照らし合わせれば、夫役に動員された、明、朝鮮側の非戦闘員を含めるとしても誇張、五人の可能性はあるが、徳川家康もこの戦果を、前代未聞の大勝利と評した。島津側の数字を採用するなら、貨幣が大軍を破った例として、類例のない勝利であり、この評判は、吉弘自身や島津家の軍事能力に、 伝説性を与え、関ヶ原の戦い、ひいては幕末にまで、心理的影響を与えていくことにもなった。朝鮮からの撤退が決定し、朝鮮の役における最後の開戦となった11月の、露了海戦では、立花宗茂らともに、順天城に孤立した、小西行長軍救出のために出撃するが、明、朝鮮水軍の待ち伏せによって交代した。 しかし名水軍の副将、東志流や朝鮮水軍の首相、李俊信を戦死させるなどの戦果を挙げた。またこの海戦が正規したことで、海上封鎖が解けたため、小西軍は退却に成功しており、日本側の作戦目的は達成されている。これら朝鮮での功により島付けは、過剰を受けた。日本側の記録によれば、朝鮮の役で義弘は、 お西し氏と、朝鮮、民軍から恐れられていたとされている。慶長三年の秀吉死後、慶長四年には、吉弘の子、忠常によって、過労の伊集院忠宗が殺害され、忠宗の着難、伊集院忠宗が反乱を起こすなどのお家騒動が起こる。この頃の島津市内部では、薩摩本国の半豊富的な兄、 義久と、親とヨトあるいは中立に立つ義弘の間で、家臣団の分裂ないし分離の形が見られる。義弘に、本国の島津軍を動かす、決定権がなく、関ヶ原の戦い前後で、義弘が率いたのは、大阪にあった、少数の兵だけであった。そのため、義弘はこの時、 三勤で上京していた老いの島津豊久らと合流し、豊久が国元に要請した軍勢などを指揮下に組み入れた。慶長五年、徳川家康が上杉影勝を撃つために軍を起こすと、吉弘は家康から援軍要請を受けて千の軍勢を引き家康の家臣である鳥居元忠が牢城する伏見城の援軍に馳せ参じた。 しかし元忠が家康から義弘に援軍要請したことを聞いていないとして入場を拒否したため、西軍総勢4万人の中で孤立した義弘は当初の意思を翻して西軍への参戦を決意した。しかしながら、これは幕藩体制後の記録であり、実際は家康が上杉政伐のために出陣し、上杉政伐を行おうとしていた。 慶長5年の7月15日に、吉弘は、上杉影勝に対して、毛利輝元、浮田秀家、前田玄伊、増田長森、長塚正恵小西幸長、大谷吉継、石田三成らが、秀頼様おためであるので上杉影勝に味方する。そして、それに私も加わる。司祭は、石田三成より連絡があると損しますという書状を送っており、この頃には、 すでに西軍の首謀者の一人として、毛利、石田らと共に、繁家康の動きに参加していた。不見城白攻めで奮戦し、内ちに、負傷者を出した後、濃州たるいの陣所まで進出した義弘が率いていた、兵数は、千人ほどであった。そして、この時に、義弘が、国元の家老の本田正近に宛てた書状で援軍を、求めた結果、ニーロタビアン。 伊勢貞房、佐柄長体、大田吉兵、衛、五代騎兵、長寿院森奴らをはじめとした、普代衆と勇士、志願者の三百九十人ほどの兵が、国元から上京し、合流した。石田三成ら西軍首脳は、わずかな手勢であったことからか吉弘の存在を軽視。三の角股での撤退において前線に展開していた、島津隊を見捨てたり、 9月14日の作戦会議で、吉弘が主張した、野州作が採用されなかったりするなど、吉弘が繊維を失うようなことが続いたと言われているが、これは後世に書かれた、落ち募集という二次的な変纂物にしか記載されておらず、また島塚田の資料にも幼稚に関する記事がほとんど見えないことから、この逸話は史実だと断じることはできない。 関ヶ原直前には、黒田長政も義弘に、調略の書状を送っている。その内容は婚姻関係を結ぶなど家康の、計略と同じであった。関ヶ原の戦いの島津義弘陣後9月15日の関ヶ原の戦いでは、三人こそしたものの、戦場で兵を動かそうとはしなかった。三成の家臣安島助左衛門が三成の使者として、 義弘に援軍を要請したが、陪身の八十党が下馬せず救援を依頼した、ため、義弘やおいの島津とヨ久は無礼であると激怒して、追い返し、もはや完全に戦う気を失った、ともされている。関ヶ原の戦いが始まってから数時間、東軍と西軍の間で、一進一退の攻防が続いた。しかし十四時頃小早川秀秋の寝返りにより、それまで、 西軍の中で奮戦していた、石田三成隊や小西行長隊、浮田秀家隊らが総崩れとなり、敗走を始めた。その結果、この時点で300人まで減っていた島津隊は大路を遮断され、敵中に孤立することになってしまった。この時、吉弘は、覚悟を決めて切腹しようとしていたが、豊久の説得を受けて保にし、 敗走する浮田隊や小西隊の残兵が、島津隊内に入り込もうとするのを重厚を向けて、追い払い自軍の秩序を守る一方で、正面の伊勢街道からの撤退を目指して、前方の敵の大軍の中を突破することを決意する。島津軍は先陣を豊久、右、備えを、山田有りえ、本陣を吉弘という陣立てで突撃を開始した。その際、 はた刺し物、愛印などを捨てて、決死の覚悟を決意した。島津隊は、東軍の前衛部隊である、福島正則隊を突破する。この時生息は、紙兵と化した、島津軍に逆らう具を悟って無理な追走を家臣に、禁じたが、福島正行は追撃して豊久と激戦を、繰り広げた。その後、島津軍は、家康の本人に迫ったところで転身。 伊勢街道をひたすら南下した。この撤退劇に対して、伊伊直政、本田忠勝、松平忠義らが追撃したが、追撃隊の対象だった直政は重傷を負い、忠義も負傷した。しかし、戦場から離脱しようとする、島津軍を徳川軍は、必要に追撃し続けた。この時、 島津軍は捨て艦と言われる、何人かずつが止まって、死ぬまで敵の足止めをし、それが全滅するとまた新しい足止め隊を残すという、壮絶な戦法を用いた。その結果、老い、豊久や吉弘の過労長寿院森奴らが吉弘の身代わりとなり多くの、将兵も犠牲になったが、後に、子返しのご本やりと称される者たちの奮戦もあり、 伊直政や松平忠義の負傷によって、東軍の追撃の速度が緩んだことや、家康から追撃中止の命が出されたこともあって、吉弘自身は過労死で敵中突破に成功した。吉弘主従は、山と三輪山平等寺に逃げ込んで11月28日まで70日間、滞在し無事帰国した。無一門であった、吉弘主従は平等寺社友達からの援助によって、 南場の港より薩摩へと帰還する。その際に義弘は、摂津国住吉に逃れていた妻を救出し、立花宗茂らと合流、共に、カイロから薩摩に帰還したという。生きて、薩摩に戻ったのは、三百人のうちわずか八十、数名だったと言われる。また、その一方で、川上正兄を家康の陣に、伊勢定房を、 長塚正家の陣に派遣し、撤退の挨拶を行わせている。この対却戦は、島津の尻ぞき口と呼ばれ、全国に名を轟かせた。薩摩に戻った義弘は、徳川に対する武備を図る姿勢をとって、国境を固める一方で徳川との和平交渉に当たった。ここで義弘は、和平交渉の仲介を、関ヶ原で重傷を負わせた、井直政に依頼した。 直政は、徳川、島津の講和のために奔走している。また、福島正則の尽力もあったとも言われる。また一方で、この江崎久が家康と親しい間柄ということもあり、両者の仲介に当たったと言われる。慶長五年九月三十日、当主出頭要請を拒み軍備を増強し続ける、島津家の態度に、怒った家康は、九州初大名に、 島津討伐軍を号令した。黒田、加藤、鍋島勢を加えた3万の軍勢を、島津討伐に向かわせるが、家康は攻撃を命令できず降着した状態が続いた。関ヶ原に主力を送らなかった島津家には1万を超す兵力が健在であり、もしここで長期戦になって苦戦するようなことがあれば、家康に不満を持つ、 と様大名が再び反旗を翻す恐れがあった。そのため、徳川家は交渉で決着をつけようと島付に圧力をかけていた最中、薩摩沖で幕府が国家運営で行っていた明との貿易船二隻が襲われ沈められるという事件が起きてしまう。この事件の黒幕は島付とされており、もし武力で島付を潰せば、急進や敗山兵が、 海賊集団を結成し、貿易による、経済的基盤の脅威になるという、いわば、徳川家に対する脅しをかけたとされる。こうした事態から家康は態度を難化せざるを得ず11月12日、島津討伐軍に撤退を命令した。そして、慶長7年に家康は、島津本領安土を決定する。すなわち、吉弘の行動は、個人行動であり、 当主の義久及び一族は承認していないから、島津屋そのものに処分はしない。また、義広の諸愚も、わしと義久は、仲がいいので、義広の咎めは、なしとすると嘘吹いた。こうして、島津氏に対する本領の安堵忠常の家徳状とが無事承認された。島津家が存続したことに家康は、不安を感じており、 死に望んで遺体を薩摩に向けて葬るように遺言を残したとされる。結果的にこれが薩摩藩を原動力とした倒幕につながる。その後、大隅の火事機に隠居した。隠居後は若者たちの教育に力を注ぎ、元魔5年7月21日に同地で死去、去年85。この時、義弘の後を追って13名の家臣が巡視している。 自世の歌として、の二種が伝わっている。島津義弘後期バズを、歌川義虎、第2本64章より、薩摩品津表後守る義弘義弘を、第17代当主とする資料の書筆は、幕末に編纂された、島津市正党系図と考えられている。これ以降、島津家の系図はこれをもとに作られ、義弘イコール17代当主という認識が、 定着していった。また、秀吉の九州征伐後、倉入地として、吉久には、大隅を、吉弘には、島津の本拠地である薩摩を、それぞれ当てがったことも吉弘が当主であるという、認識を補強する材料となった。しかし、1980年代に入ってから、島津家当主の証である、五重物の研究が、西本政治によって進み、 当主の地位が吉久から忠常に直接譲られていることが判明すると、吉広は17代当主ではなかったという学説が、山口健一や福島金次ら多くの研究者に支持されるようになった。また、平成18年に、祥子修正漢文化財課長で、鹿児島大学法文学部非常勤講師の松尾、千歳も吉広は当主ではないとする論文を発表した。 なお、島津本州家や、島津家関連の物品を所蔵、研究、展示している証拠修正館では、ケ図重視の観点から、現在も、吉弘を十七代当主としている。ちなみに、伊達氏からの養子の国分森氏を、国分氏を当主でなく、大官として、迎えたり、田谷氏から、亀田藩主岩木氏を継いだ、岩木信隆や中継で、佐渡原藩主となった。 島津久都を番台として当主に数えない事例があり、戦国時代から江戸初期において竹においても豊か州島津家の養子入り経験がある。吉弘と似た事例が存在する。ありがとうございます。